旧駅舎ホーム、下溝駅は、神奈川県相模原市南区上溝にある、東日本旅客鉄道相模線の駅である、短式ホーム一面一線を有する地上駅。もともとは、古くからの木造駅舎が使用されていたが、老朽化に伴って2015年冬から、駅舎建て替え工事が行われ、2016年8月に、新駅舎が完成した。 駅舎建て替えに伴い新たにスロープが設置され、バリアフリーになったが、係員による車椅子等の乗降は、事前予約制なので注意が必要である。無人駅で2004年4月から2016年3月12日まで、業務委託駅となっていた。自動改札機は設置されておらず、改札口での有人時間帯は、駅員が、修札を行っていた。 簡易水下改札機が設置されている。駅舎には自動券売機が1台設置されている。2014年12月26日まで営業していた出札窓口では長距離乗車券や指定券なども発売していた。2014年度の1日平均乗車人員は1133人である。近年の1日平均乗車人員は過評の通りである。 下溝バス停駅前の県道46号上に下溝バス停がある。かつては愛部大ダ駅との間に上磯部駅が置かれていた。ありがとうございます。